愛知県で在日フィリピン人の支援を行っている NGO マハリカミッションが岩手県一ノ関市の廃校を利用して復興支援の拠点を立ち上げましたマハリカミッションの代表大岡潤さんは名古屋市出身で大学時代フィリピンに留学したのをきっかけにマニラでこの団体を立ち上げました その後は日本に戻り、仕事をしながら牧師を続け、在日フィリピン人の支援を行ってきました。フィリピンのクリスチャンの方々が日本のその被災地に義元金を送りたいと、で送り先が見つからなかったところ、マハリカミッションという、 団体にまああの当たったっとでぜひあのこの義援金を被災地に持っていってほしいというのが最初のきっかけでいろんな福島とか岩手の方に支援の足を伸ばすことができました被災地の現状を目の当たりにした大岡さんは陸前高田市の隣一関市大東町の廃校になった小学校を利用して 被災地支援の活動を始めることになりましたはじめに取り組んでいるのがこの施設を被災地のボランティアに宿泊施設として貸し出すことです被災地では未だに宿泊施設が少ないという悩みが解消されておらず陸前高田や気仙沼まで車で3、40分程度のこの場所はボランティアの受け入れに適していると考えています この日は活動開始に合わせて応援に来てくれたボランティアとマハリカミッションのメンバー地域に住むフィリピン人女性などが集まって交流会が開かれましたみんなでお祈りをした後、フィリピンの歌を歌ったりフィリピン料理や地域の料理を味わって親睦を深めました 市,の関市大東町内でも100人ほどのフィリピン人女性がいるそうですが仕事や育児などのためなかなか集まるきっかけがないのだそうです大岡さんは在日外国人のための日本語教室や教会の活動を行いながら日本で看護や介護について学びたい外国人の受け入れや地域での介護なども行いたいと考えています これからも楽しくなるので、まあ、うん、楽しいです。嬉しいです。うん、みんな友達も来ろし、あとあの知らない知らない人も、青から、うん、これからボランティアの応援をもらいながら施設の清掃や整備を進め、風呂などを設置して。 8月には宿泊の受け入れを始めたいと考えていますマハリカミッションの活動は企業などのスポンサーがなく寄付によって成り立っているため多くの人に理解と協力を呼びかけています詳しくはマハリカミッション本部またはマハリカミッションセンターまでお問い合わせください このプロジェクトに名古屋からたくさんのボランティアの方またここで働きたいという方それから外国の在日の外国の人たちの支援をここでしたいと思われる方はぜひ私たちのこのセンターに来てくださいそして一緒にこの働きに参加していただきたいと思っています。